おはようございます。釣り子 TV です。今日は1月3日、もう2024年も早くもね、数日が経過して3日の朝寝起きでございます。というわけで、お正月の戦利品ね、福袋を、まあ動画で見ていただいたと思うんですけど、元旦にマニアックスとあとキーポンに、行ってきたんですけども、今回はですね、マニアックスで福袋ねいくつか買ったんで、中身をね見ていきたいと思います。福袋開封動画ですよ。というわけで、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたしますっていうのと、あとチャンネルメンバーシップっていうのを始めたんでね、今年はねメンバー限定の動画とかいろいろ上げていく予定なので、概要欄からよろしくお願いいたします。というわけで早速開けていきたいと思います。まずはね、これ小池フルキャスト入り福袋、2023年でねもう最も手に入りづらかったルアーが、小池の 17mm ね、ありましたけども、年末にこの小池フルキャストっていうのが登場して、まあこっちもねものすごいねブームになるんじゃないかということで、もうブームになってるのかもしれないんですけども、1個ね手に入れたかったんで、お正月探していたところ、これね小池フルキャスト入り福袋を見つけたんで一つ買ってきていました。まあこれね、まずね小池フルキャストが入っていて、であと何が入ってんのってね、5000円の福袋なんで、これねちょっと初めて、3日目にして見ていきたいと思います。だー、ハイドアップのルアーがたーくさんね入っていますね。じゃあね、まずはだからこの小池のフルキャストがあって、こっちねどんなのが入ってるのかちょっと見ていきたいと思いますよ。まずはこれ、これ持ってないな、これスタッガーローラー 3.31 スリムゴールドシャットって書いてあるのかな。スタッガーローラー、これ使ったことないな。なんかまあ高比重脳進化系っていうことでいいんですかね。まずねスタッガーローラーが入っていて、これが800円ですね、814円って書いてある。でお次がダダーン、まあこれはねもう定番中の定番、スタッカーオリジナルの 3.5 グリパン、チャートっていう感じで、これはいくらあってもね、使うやつですので、まあちょっと重めのダウンショットとかで、まあ自分レッグワームの釣りとか大好きなんですけども、そこからちょっとベイト展開で、まあなんだろうか、レッグワーム 2.9 よりもちょっとボリューミーなシャッドシェイプのルアー使いたい時とかね、こういうの使ったりするんですけども、あとはまあアラバマの具とかね、この手のサイズ感、いくらあっても使いますので、これ嬉しいですね。765円が入っていて、どんどんいきますよ。お次がそうだな、ただ、あ、ちょっと待ってくださいね。スタッガーワイド 2.7インチ、スタッガーワイドホグですね。このお尻がホグ形状のスタッガーワイド 2.7インチ、はい、これは自分も出た時使っていたんですけども、もうなんだろう、スモーラバの具にしたり、やっぱりダウンショットの具にしたりね、ここら辺はありがたいな。まあ最近使い終わっちゃって新しく買ってなかったんで、補充っていう意味にもなりますので、これ嬉しいですね。スタッカーワイドホグの 2.7 インチが入っていて、ま、すげえなこれ。あ、これは嬉しい、スタッカーワイドツインテールの 2.7 インチ、この
タッカーワイド小さいのにダブルテールがついているんですけども、これはね結構思い出のあるルアーで、霞ヶ浦水系の横利根川とかでね、これを使ったショートリーダーのダウンショットでね、めちゃくちゃねブラックバス釣った思い出があって、なんていうんですかね、この後ろがツインテール形状になっているから、平坦なボディでこう落ちていって最後にこうズッてこうスライドするんですよね。スッてふーって不規則に落ちていって、でさらにこうファッファッてやるとスインスインってこうね、すごい不規則なアクションが出て、その瞬間にね気難しい横利根のおかっぱりバスがねよーく反応してくれたっていうのがあって、でその流れでその同じ使い方で亀山で使ったりね、あとはやっぱり、スモラバの具にしたりとかして、これは結構ねよく釣ってる釣り方で、去年も亀山の大会で今ね30センチ以上のキーパー釣んなきゃいけないって言って、従来の自分がやっていた釣りだとねどうしても20センチ台25センチとか29センチ止まりとか、そういう時にこのスタッカーワイドツインテールに変えて、ギリギリ30アップがね何本か釣れてリミットメイクできたとかね、去年も結構実際にハイドアップカップの時だったかな、すごいね活躍してくれて、おかげでちょっとねあの上の順位も取れたっていう思い出のルアーなんで、そんなのが入っていて今嬉しいなというところと、はいラスト、あースタッカーワイドの4インチですね。これわかります、このビローンとねちょっと長いシャッドテールがついていて、で平坦なボディで、これはまあ普通にあのギルパターンの時にね、まあ自分ちょっとギルっぽいねパターン大好きなんですけど、使うっていうことで、これ良くないですかこれ、だって1個だって今もう1000円近くするやつがこう入っては 1,2,3,4,5 結構使い出のあるハイドアップが5個入っていて、もこれで時点でもうほぼね5000円近いね感じなんですけど、そこに超絶入手困難のね小池フルキャストが入っていて、たまらんばいダークシュリンプ、ごめんなさい噛んじゃいました、たまらんばいダークシュリンプね、このカラー、このカラーはねまだね色がね簡単でいくつか選べたんで、ですね長谷川さんにねどの色がいいんですかって聞いたらね、この色でしょ、これ間違いないでしょっていうことで、圧倒的集中力&存在感、毛玉の生命体小池クルキャストね、40番サイズ以上のマス張りガードなしをセットするのが基本リグで、浮力を生かして脳進化でトップウォーターとして使用、ベイトタックルで吊るしも可能、ダウンショットジグヘッドなどにも応用可能ということで、まあ、小池フルキャストにはリグにルールがありません、アングラー自身で無限に小池フルキャストの可能性を広げてくださいということで、まあこれちょっとケースに入れて保管しておきたいですけど、ちょっと触ってみたいからちょっと開けてみますね、どんな感じになっているのか、これはマジ嬉しいな、こんなことになってる、これどうやって開けるの、どうやって開けるの、こういってこうなっていて、うわーすげえ、みんなこの保管の仕方とかいろいろ考えてる、こうなんですね、こうフルキャストってでかいのかなと思ったらそんなにでかくないから、これはもうこれでそのまんま、すげえ釣れそうっていうか、すいませんあんまり勉強不足なんですけど、まあ、これをで流行りの森県リグとかにして、それでもってね、使ってみようかなということで、トップウォーター使いもねしてみたいですよね、ちょっと
今年はね、せっかく1個手に入れたんで、いろいろ試してみたいと思いますが、結構これもね、亀山の大会でどうにも釣れないなって困っていた時に優勝してた人が、まあ流行りのこれの17ミリですね、これの森県リグを使って巨大バスをね2匹ぐらい釣ってきて優勝して、あの日のあの状況でそんな釣れるんだっていうので、非常に気になっていたんですが、ついにね一つ手に入れることができたんで、はい。でこれあれですよ、他の時ってまたこれに刺すんですよね、きっとね、こうか、やったー、ちょっとこのお正月の初売りでどうにかで、ね、1個手に入れたかったんで、これすごいこう手の込んだ形が崩れない、はい、こうなってこうなってはいこうなって、はい、今年の狙っていた小池フルキャストととんでもない量のハイドアップの釣れ線ルアーが、5000円で、結構ねハイドアップカップとかねいろいろあって、そういう時にねこういうハイドアップのルアーあったらね、どんどんねそういう大会の時に使いたいなと思ってハイドアップ福袋で一つ買ってみました。はい、そして、じゃあどんどんいきますよ。お月がこれカバースキャット福袋、さて、いまだに入手困難なアイテムが入って3000円ということで、ちょっとこれもね、サクッとどういうものが入ってるのかね、見ていきたいと思います。マニアックの福袋、これね、全部ね、とんでもないお得な感じで作られてるんで、まあちょっとどんどんいきますね。もう、ここの目玉はなんといっても、ダダ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 ダー。天下一品、こってりネギ抜きの、このカバースキャット。これがね、初めて店頭にあるのを見かけました。で、詳細はね、長谷川さんが、マニアックスの動画でいっぱい語ってくれているんで、ぜひ。明けましておめでとうございます。これは、なんであるかっていうと、はい、そもそも入荷数が少ないものに対して、はい、隠してたっていう、はい、申し訳ない行動をして今ここにあるわけですよ。ぜひね、リンク貼っておくんで、もしくは、元旦に上げた動画ね見ていただければと思うんですけども、この感じのこの感じですよね。もうすごい評判がいいですよね。そんな違わないでしょって思っていた人たちが、レッドボートプロとかも含めて、あの匂いには何かある。ね。SNS で、言ってましたからね。困った時にちょっと持っておきたいよなと思ってね。普通のカバースキャットでいいと思うんですけども、でもこれは、あれ釣れない何か一つトッピングをっていう時に絶対必要になるなと思って、このお正月のタイミングでね、手に入れられたのはベストな状態じゃないかなと。まず、まあ、これがあるだけでもね、嬉しい。3000円で嬉しいんですけど、はい、じゃあどんどん行きます。これはね、レイサムの、なんて言うんでしょうか、これね。なべくじワーム、なべくじワーム 3.5。これね、琵琶湖に行った時にね、一つね、手に入れてみたんですけども、まあ、カバースキャットを投げていて、ちょっと味変したいなっていう時とかに使えるのかな、なべくじワームですね、レイさんのね。873円、まあおよそで900円ぐらいですよね、やつが入っていて、ダダダダー、ベビープープ 3.6。 これもやっぱり高機銃のシンカーで、味変したい時ですね、絶対使えるんじゃないかなって。自分持ってなかったんですけども、これもやっぱりやり込んでる人が、まあ、カバースキャットがね、出た後になると思うんですけども、俺なりの回答っていう感じでね作り上げたベビーブームね、
これも SNS とかでねすごいいい評判よく見るんで、ヘビーウェイトバテリアンということで、高品種18g で、これで今まで一回も買ったことないし使ったことなかったんで、福袋に入っていたんで、ちょっとねライブチャートから試せるタイミングで試してみたいと思います。はい、そしてこれ芋ケーブシースリム 3.8 インチっていうことで、うん、これも使ったことないな、891円っていうことで、芋リッパースリムの、ケムシチューリングということで、これちょっとねあんまり使ったことないんで出しどころはよくわからないんですけど、まあこういうのがね入っていたね、まあ、このケニオルアピールによってこのコーヒー重ノーシンカーの釣りに何かトッピングをっていう感じなんですかね。ちょっとせっかく手に入れたんで、タイミングで使ってみたいと思いますの、じゃあ最後ですね、はい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 、スーパーバイブスシンキングバグメガ 3.6 っていうことで、はい、ディスタイル968円ね。これはあの琵琶湖の名ガイドニッシーさんがね、これででっかいのでボコボコつってのテストしたりっていうことで気になってですね、小さなこのねあのブルブルって動くね手がいっぱいついているコーヒー重脳進化系ワームだよっていうことでいいと思うんですけども、これはあのディスタイルカップの時とかにねあの入手したりして、でもねまだね投げたことなかったんで、そうですね最近だとあのヤマタヌキのでかいサイズが出たんで、コーヒー柔道進化の釣りっていうとねあればっか試していたんですけども、まあそういう感じで今回ねこういうタイミングでこれで3000円でどうでしょう、ベビーフォークがついていて、これだけで3000円ぐらいになると思うんですけど、これでおよそ4000円ぐらいになるんですけど、これ多分メルカリとかで買おうとしたらこれだけで3000円になるんじゃないかなっていうね、天一カバースキャットがついていて、これだけの高比重アームがついていて、驚きの3000円っていうことで、マニアックスマジ大丈夫なんですかっていうね、これはどうにもこうにもねお得すぎる福袋じゃないかなということで、はい、結構どうでしょうか、もうお正月にこんなですよ、こんなねワームバッグこんな手に入れてあったら使い切れるのかっていうね、感じですけど、今年はガンガン釣りに行って。コーヒー中のね、いろんなルアーね、ギル系、小池フルキャストから、もう各種ね、今話題のコーヒー中ワームまで全部手に入ったんで、足しげくね、こういうのが効くタイミングで、こういうのが効く釣り場に通ってね、釣りをしてみたいと思います。はい、じゃあ、まとめに入っていきますけども、今年の初売りは、個人的にはこういうものを狙っていて、でそれがマニアックスに行ったことによって、まあね結構お得に両方、手に入れることができましたということで、いやーお正月ですね、またあの1月のもう間もなく次の休みぐらいからね、亀山での釣り大会が始まったりするので、今年は2月の25日曇りカップもあるのかな、結構この寒い時期もね、バス釣りガンガンに、練習も含めて行こうと思うので、まあちょっとそのシーズンより先に使う感じなのかな、まあここら辺はちょっとまああそこで使おうっていう予定とかあるんですけども、これは本当未知の生命体なんで、どのタイミングからごめんなさい逆でしたね、使おうかなっていうことで、正月からワクワクしております。はい、というわけでね、今1月3日朝目が覚めておよそ5分しか経っていないんですけど、
動画撮るなら今しかないという感じで、カメラを回してみました。皆様はどんなね、初売り福袋ね、お得な商品ゲットしましたか、ぜひね、コメント欄とかで、このところのこういうのすごいお得だったよとかね、まあいろいろコメントいただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はまあここら辺、マニアックスのね、初売り福袋でね、手に入れたもの、具体的に何が入っていたのかなって動画にまとめてみました。また会おうぜ。定位置。